はい、これが日本最高の感動でございます。飛鳥に向かいますね。で下るとこれ難波に行くんだ。200段ぐらいあるかね。2、3分時とこか。はい、上がりましょう。ほほう、これ入ったやつおるな。あと帰りにちょっと覗いてみようか。どんなんか覗けそうやわ、ね、あんまり見らへんだけど、見晴らしがね、正面ないんですよ。天皇陵で少ないんやけどね、何か所かじゃないんやけど、こんな感じはね、大概正面から見れんだけど、ここ正面から見れないんですよ。はい、失礼します。ここにね、看板があるんですよ。高徳連の大阪しながりを一点残るかね、そこ。ここから入りそうやけどね。ほら、階段作ったじゃん。はい、階段までちゃんと設けてるな、そこ。あら、こんなことになってた。あ、なるほどね。量が見れるんだよ。開口次第ね。こっち側やけどね。南こっち側やけど、開口しないか。まあ、天皇陵は見れないもんね。どこも見たことないね。席入ったことないね。もう、木だらけでございます。杉やら松やらかな、これ。これヒノキでございました。ああ、バタバタ来てやろう、こう。やっぱり開口してませんね、またのね。見逃せ。残念でございました。こんなんやもん。ねえ、すっきりになりましたけど。これは、すると、絵になってるぞ。絵風かね、これ。はい、全然開口してません。おお、なんか石があるぞ。これ関係ないか。関係なかったぐらいです、これは。やっぱり関係ないね。へっぴり腰で歩いたのだよ。すれすれる。これ関係ないな。そうの息でございます。いや、何にもわからんかよね。お、ちょっとずれてるね。ここまでやってきましたけど、あら、明日行かれへんのかいね。残念でございましたが、またバックしましょうか。行きませんでしたか。これは完全に普通の山をね、山の中に三笠木を作ったりと感じでございまして、何にもそんな感じしないね、これ。マウンドは綺麗に、ま、なってるけどね、これ。ほとんどヒノキやね、これ。ヒノキ多いね、ほとんど。ヒノキ林でございます。ちょ、あ、杉もある。あ、ヒノキか。杉ないね。みんなヒノキやね。ヒノキかカシか。いっぱい切られたんすね。おそらくこれ小高い山が伸びるしね、取れたかな、こんな感じは。ここから降りらんと。ここに、ね、階段作ってくれてあるんでね。階段がきれいに、ほら、石段がね。はい、ありがとうございました。高徳天皇陵のね、陵を一周してみましたけど、全周できなかったけどね。はい、初めて回ってみました。ありがとうございました。